外のスポーツ、いや、何もないです。もうかバスケットボール、ちょっと子供の頃にやってたかなぐらいですね。もういきなり、はい、ここで。そう、きっかけは何だったんですか。本当、体動かしたくて、本当に試合にも出れればいいかなぐらいで、本当にプロになるのか思ってもなかったんです。本当に体動かせればいいかなぐらいに思ってたんで。それがどうして今こういう感じになってるんですか。スパイに分けてもらううちにやっぱり楽しくなって、で、あのシュートボクシングのアマチュアにまず出させてもらって、そこから試合負けちゃって、試合で1回出たいなと思ったね。で、その半年後はプレステージだったんで、プレステージであんまり内容は良くなかったと思うんですけど、スワットでもらって楽しかったです。めちゃくちゃその、まあ、準備も含めて、試合までも含めてすごい楽しかったです。やってみても緊張っていうのは全然しなかったんで。でもこう試合内容的には、本人的にはどうなんですか。でも全然良くなかったとは思ってるし、先生たちにもよかったねぐらいにしか褒めてもらえてないです。内容的にはその評価していただいてることはすごく嬉しかったですけど、特にあの緊張とか、本戦だからどうとかじゃなくて、別に本戦でもやっていけると思っているので問題なく、むしろしかも相手が韓国人って聞いてありがたいなと思いました。はい、そうです。全部見てもらって、いつもはでも試合前ひぬまさんに見てもらってたんですけど、今回同じタイミングで試合だったんで、ひぬまさんに試合前練習見てもらえないのが初めてだったんで、ベテランの会員さんたちに見てもらいながらやってます。もうじゃあ準備はバッチリです。バッチリです。勢いですかね。この間のスワットみたいな感じで勢いで、もう多分韓国人の相手の韓国人も戦績見てると、ロード FC とかトップ FC とかでしっかりやってると全然経験は自分より上だと思うんですけど、勝負するならもう勢いかなと思ってます、うん、他にいる選手とかってちょっと意識しますか。あ、特にしないそれはそれ関係ないかなってでもやっぱり総合格闘技や年取った人がすごい強かったりするんで、ま、いや、あの若さはあんまりそんな意識するところじゃないかな。目標みたいなのってあるんですか。負けないことですね。まず絶対負けないことです。目標というか、コンスタントに試合はしたいんですけど、全部勝ちたいです。負けたくないです。その先はまだ一回やってからじゃないと考えられないかなと思うんで、相手も映像見る限りもうすごい前に前に出てきて、もうぶん回してくる感じなんで、つまんなくなることはないかなって思います。僕も前に出るんで多分面白い、はい、面白いことになると思います。アンジャポの話した？してないです。アンジャポで西川先生にディスられてる。どういうことですか？いや、これは話せます。